和家神社は、岡山県和家郡和家町にある神社。旧社格は、県社。和家市発祥の地、和家清丸路生誕地にある和家市の氏神として知られる。道地は、和家市の発祥の地であり、和家市の園祖である、宅石別名を氏神として祀ったのが起源とされる。創建年代は不祥。天正十九年に社殿が、水害に遭い現在地に遷座した。 明治四十二年は家しの祖先で、宅石別名の彦にあたる乙彦を、わけ清ま和わけ広虫も、祭人として加えられた。また、国造神社に祀られていた沢ー領命、キュハズ命、ヤドナ命、かマロ、命が合詞された。大正三年は貴神社と、また小。大正八年王神天皇愛殿として祭り、賢者に列した。賢者ながら、 昭和天皇の岡山行行の際には平白を賜るなど、韓国兵舎と同等に扱われた。拝殿前には、全国的にも、珍しい狛江の獅子がある。猪が清丸の宇佐神宮参拝の際に護衛を行ったり、足をわずらった際に冷戦に案内したとされることから、清丸の仕事されてきたことに由来する。現存の社殿は、明治18年より順次建て替えられている。 奥大区の田淵運園、西勝義の手によるもので、本殿、平殿、釣戸の拝殿、神流門が一連の作となっている。明治の建築とはいえ、奥大区の代表的な建築様式であり、装飾彫刻類も素晴らしく、分け調指定文化財になっている。鮭は、小森家で清丸の末裔と伝わる。清丸の姉広虫が孤児を育て子供を守ったことに、ちなんで、 公明天皇より小森聖を賜ったと言われている。境内には和気町歴史民族資料館が開設している。隣接する富士公園には日本一の富士棚があり、季節には行楽客で賑わう。ありがとうございます。